どうも、冗談英会話のリュウです。何々といえばって言いたくなる場面ありませんか？例えば、俺の服全部ユニクロやねん。え、マジでユニクロといえば俺ユニクロで働き始めてみたいなね。何々といえばって言いたくなる場面出てくると思います、英語でね。なんで英語でなんて言えばいいかっていうと、 All my clothes is from Uniqlo. Oh really? Speaking of Uniqlo, I just started working in Uniqlo. みたいなね。こうやってSpeaking of 何々で何々で言えばっていうことを表現することができるんですね。なんで何々の部分にさっき相手が言ったフレーズを入れてあげればいいんですね。で、このフレーズを言えるのめんどくさいなっていう時は Speaking of which っていうことによって、何々で言えばっていうことを表現することができるんですね。まあ日本語で言うそれで言うとみたいな感じですよね。わざわざさっき言った、まあ、例えばユニクロみたいな表現を入れてないですよね。それで置き換えてます。そんな感じです。